草なんかクソくらい、チャッキー王子のボンクラ映画レビュー、ネタバレあり、ガンヘッド。はい、見てない方、見る気がない方、これから見ようとする方はブラウザバックお願いします。1989年の特撮映画でございます。日本初っていうか世界初の巨大ロボアニメ、リアルアニメ、実写アニメって言われましたね。はい。まあ当時2作あったんですよ。アメリカの、まあエンパイアピクチャーズというところが、その、狩猟の滴りのスチュアート・ゴードン監督を使って、人形アニメで巨大ロボットもの、ロボジョックスっていうのを作って、まあどちらが先かっていう問題になったんですけども、まあどちらが先でもいいんじゃないですか、面白かったんだから。ああ当時見た時はね、日本語と英語が入り乱れてちんぷんかんぷんでしたけど、もう僕はこのトルコになりましてね、たまに見たくなって見てしまう映画なんです。で、主人公をやってる高島ね、正宏さんが非常にいい演技してまして、当時はね、いろんな映画出てまして、ジパングとかで、地獄極楽丸とか言ってね、やってたりとか、ヤマトタケルとかね。まあ、バブルが作った、大黄金期映画と言われてますが、僕は傑作映画だと思っております。はい、バンダイと東宝と角川やったっけなが初めて提携したんかな。ほんでいろんな商品を発売して、それぞれに収益を得たって感じでね。うん、僕は好きですよ。名台詞が結構あってね、パーティーしようかガンヘッドとかね、うん、甘えるんじゃないよとかね、結構好きなんですね。はい、好きが伝わったらそれで大丈夫です。配信も最近していると思いますんで見れると思いますよ。はい、当時若手ばっかりで作ってるんでね、それが逆に僕は良かったんじゃないかなと思います。ベタベタなゴジラ映画ばかりだったんで、その中においてビオランテの前の作品なんで、うん、特に川北浩一監督の特撮すごく今近とね、一緒になってよくできたと思いますよ。うん、まあスタッフの中に雨宮啓太さんがいましてね、ガロとかで有名なゼーラムとかでね、有名な。だから、すごく、オプチカルっていうか、光学処理が綺麗にされてて、仕事してました。ということで、思い出もありますので、これも5点にしたいと思います。で、皆さん見てくださいね。